舞台の下から眺めてろ。一体何が起きているというの。アイリスは赤い髪をなびかせながら深夜のオートを疾走する。建物が切れたと最初の報告は耳を疑うものだった。しかし半信半疑で現場へと向かうアイリスの下に次々と続報が届く。オートで大規模な同時襲撃事件が起きている。その結論へとたどり着くのに時間はかからなかった。だが襲撃先に統一性がまるでない。紹介、倉庫、飲食店、貴族の指定、計画性のある犯行でまず間違いないだろうが、その目的が見えてこない。しかし事実として、オート波揺れていた。騎士団には緊急出動がかかり、要人の避難も始まっている。市民は深夜にもかかわらず、などから様子をうかがい、やじ馬に向かう者も少なくない。アイリスは出歩く市民に家に戻るよう叫びながら、現場へと急ぐ。何かが起きている。間違いなくこれは、普通の事件ではない。アイリスの直感がそう告げていた。と、その時、アイリスの耳に悲鳴が届いた。化け物だる、応援を。騎士団の声だ。そう遠くない。アイリスは方向転換し、悲鳴の下へと駆けつける。角を曲がり、路地裏を進み、大通りに出るとそこに化け物がいた。醜悪な巨体の化け物だ。それは肥大した血まみれの右爪を振り回し、騎士たちを肉塊に変える。何よこれ。つぶやきながらもアイリスは動いていた。離れなさい。流れるような抜刀、そして暗夜に白人がきらめき、化け物の胴を通り抜けた。両断、化け物の巨体をたった一太刀で両断した。怪我はない。アイリスは倒れゆく化け物を尻目に騎士団へと声をかける。アイリス様だ、助かった。さすがアイリス様だ、あの化け物が一太刀だ。彼らの身体は無傷だった。ここにいる生きている騎士は皆ほぼ無傷だった。そう、生きている騎士は8人やられました。死者はいずれも一撃。その凄惨な遺体にワインレッドの瞳が悲しみで揺れた。あなたたちは遺体を回収し下がりなさい。隊長に報告を。アイリス様。突然騎士の一人が叫んだ。アイリスの後ろを指差しながら他の者たちも声にならない叫びを上げた。何？アイリスは後方に振り返りながらとっさに剣を振る。アイリスの剣と化け物の上腕が衝突した。来る。アイリスは一瞬力負けしそうになりながら即座に膨大な魔力を解放し、その剛腕を見事に受け止めた。そしてそのまま化け物の懐へと潜り込むと、今度はその足を切り裂き、化け物の反撃を先読みして間合いを外す。直後、化け物の上腕がアイリスのいた空間を薙ぎ払い、彼女の長い赤髪を数本巻き込んだ。再生している。彼女が先ほど両断した傷はすでになく、たった今つけた足の傷も再生を始めていた。バカな、アイリス様に両断されて再生するなどと。嘘だろ。下がりなさい。動揺する騎士たちにアイリスは声をかけ、化け物の追撃を受け止めた。その一撃は速さもある、力もある、重さもある。だが単調。所詮は化け物。アイリスの反撃は容赦がなかった。腕を切り刻み、足を落とし、首を飛ばす。再生できるならやってみろと、そう言わんばかりの連撃を浴びせた。反撃など許さない。ただ一方的に切り刻んだ。しかし、それでも。まだ再生するというの？化け物は生きていた。アイリスの連撃が一瞬止まった隙に体勢を立て直し、上腕を振り回してアイリスを追い払った。そして、夜空に甲高い方向を放った。それに応えるかのように月の隠れた空から雨が降り出す。最初はポツリポツリと、次第に勢いを増し、化け物の血に当たると白い煙を上げていく。少し時間がかかりそうね。アイリスは早期決着を諦めて腰を据えて戦う道を選んだ。負けるとは思わない。未だかつてアイリスは自身が負けると思ったことは一度もない。が、相応に時間はかかるだろう。アイリスは剣を構え、再生を終えた化け物へ疾走する。直後、甲高い音とともにアイリスの剣が引かれる。凄まじい衝撃にアイリスの腕がしびれた。遠く後方へ回りながら飛んでいく愛犬を尻目に、アイリスは突然の乱入者を睨む。乱入者もまたアイリスを一瞥する。両者の視線がぶつかり、先に沈黙を破ったのは乱入者だった。それが苦しめるだけだとなぜわからない。それは漆黒のボディスーツを身にまつわった女だった。顔は隠れて見えないが声はまだ若い。何者だ。アイリスは油断なく漆黒の女性と化け物の両方を視界に入れながら問う。
アルファ。女性は一言そう言って、もう興味は失せたとばかりにアイリスに背を向けた。待て、一体何のつもりだ。騎士団に敵対するのであれば容赦は。敵対。アルファはアイリスの言葉を遮って背中を向けたまま笑った。クツクツとあざけるように。何がおかしい。敵対。これほど滑稽な言葉があるかしら。何も知らない愚者が敵対などとおこがましい。何だと。アイリスの魔力が膨れ上がった。その莫大な魔力は波となって広がり、雨をかき消し風を起こした。だがそんなアイリスにアルファは一別すらしなかった。変わらず背中を向けたまま。観客は観客らしく舞台を眺めていればいい。我々の邪魔をするな。ただそう言い残して化け物へと歩く。その後ろ姿には気負いも何もなく、もうアイリスのことなど眼中になかった。観客だと。アイリスはその後ろ姿を未だにしびれる手のひらを握りしめにらむ。かわいそうに、痛かったでしょう。アルファはただ歩きながら化け物へと語りかけた。もう苦しむことはない。悲しむこともない。漆黒の刀が伸びた。アルファの背丈を超えるほど長く。だからもう泣かないで。そしてただ自然に一歩踏み込み、化け物の身体を両断した。誰も反応できなかった。アイリスも化け物も反応すらできずに切られるのを見ていた。あまりに自然だった。さっきも何もなく、ただ切られるのが当然の結果としてそこにあった。化け物の巨体が倒れた。それは白い煙を上げながらしぼんでゆき、少女ほどの大きさにまで小さくなった。そしてその左腕から短剣がこぼれ落ちる。それは赤い宝石の入った短剣。最愛の娘ミリアへ。絵にはそう刻まれていた。願いはくば、来世では安らかな生を。アルファはそう言って白い煙の中へと消えた。遠くの方で雷の音がした。アイリスは呆然と立ち尽くしていた。降り注ぐ雨が髪を伝い、顔を流れていく。身体が震えていた。この震えの意味をアイリスは知らなかった。アレクシア。アイリスはつぶやいた。この騒動の中心に妹がいる。そんな予感がアイリスを動かした。アレクシア、無事でいて。アイリスは剣を拾って走り出す。雨は強く降り続いていた。